今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は年長さんで初めての体操遊びがありました。今日は11時公演だったので、ちょこっとだけ顔合わせという形だったんですけれども、こう年長さんみんなで初めて高松先生とご対面して、とっても嬉しそうな年長さんでした。また2列を並びの3クラスでの競争なども行ったりして、こうどのクラスが一番早く並べるかをとっても気合が入って楽しそうにやる子どもの姿をたくさん見ることができました。来週からはもう各クラスでの体操遊びが始まりますので、それに向けてまた気合十分な子どもたちの姿を見ることができました。たくさんの子どもたちの笑顔を見ることができて、とっても幸せな気持ちになりました。また明日も楽しく過ごしていきたいと思います。以上です。ありがとうございました。